長野宗則さん。重ね重ねになりますが、本当に皆様何度も言わせてください、その席に、座っていただいて本当に本当にありがとうございます。私事で恐縮ですが、役者を目指しまして26年目、芸というものの世界を始めて25年目になります。25年かけて映画という世界で初めて主演が偉いわけではないですが、主演という立場で、責任を持って、背負わせていただいて、こうやって舞台挨拶ができるようになりました。本当に皆さんのおかげです。作品を作ってくれた監督をはじめプロデューサーさん、スタッフの皆さん、本当にありがとうございます。その初主演の公開の日が緊急事態宣言中という、この状況をですね、悲観するんではなく絶対何かしらプラスにしてみせようと思っております。こんな状況だからこそ何ができるかをまた考えまして、先ほども言いましたが、絶対この半分の席じゃなくなった時にですね、それが明後日だろうが来月だろうが来年だろうが再来年だろうが10年後だろうが、絶対そこを満席になった時に満席の状態でこの映画をまた流すことはお約束させてください。その時またどうか よろしければ何回目かになるかもしれませんが、2回目でも最初は1回目の誰かを連れてきてどうか満席を作ってください。どうかその時まで僕いろんなまた違う作品で皆さんにまた見てやろうかな、あいつだったらまあしょうがね、見てやっか、しょうがね、満席好きなんだよなあいつと言われるためにまたいろんな場所で皆様の前に立ってテレビ、映画、ドラマ、演劇立ってこれからもメッセージを送り続けたいと思います。こんなご時世でございます。本当に皆様お体お気をつけください。毎日毎日どうかいろんなことがありますが、どうかどうか笑っていてください。その応援の形何かしらできればいいなと、役者をこれからも続けていきたいと思います。とにもかくにも皆様の口コミがこれからロングランなど、これから評判だったり、もちろんいろんなこと言ってください。褒めてください、けなしてください、褒めてください。その皆様の一言が、あ、しょうがね、言ってみるか、そこまで言うんだったら見てやるかという人が増えてくれると信じて、皆様どうか口コミの方、誰かに、SNS でもそれとも家の誰かでもいいので、どうか続けてくれたら嬉しいなと思います。本当にこれからもどうかよろしくお願いします。どうか今日これから残りの1日もどうか皆様楽しい時間でありますように、明日からもずっとどうか笑っていてください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして映画マイダディ初日舞台挨拶を終了とさせていただきます。改めましてチームマイダディの皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お体気をつけて、毎日毎日動画楽しくありますように。失礼いたします。